はいどうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、運動は実はいいことしかないということで、ストレスケアとしての運動の有効性についてですね、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきたいというふうには考えております。で、運動というとやっぱまず筋肉をつけるために行うという、まあ、イメージがあるんですが、ストレスケアに対しても、まあ、例えばすっきりしてこう気分転換になるですとか、あるいはこうやる気、意欲が湧いて QOL といって生活の質を高めるという効果も実はありますので、ストレスケアには大変効果的ですし、あと認知症に予防する、備えるという意味でもですね、有効だということが知られています。で、実際のデータとして1週間に150分以上なので、1日あたり20分以上ですねのウォーキング等の、まあ、中程度の運動、あるいは1週間に75分以上のランニングなどのこう高強度の運動が有効であるというふうに言われています。ただしこれ以下であっても一定の効果が得られるということも実際分かってますし、その際5分でも結構ですので、例えばペットと一緒に近所を散歩するですとか、それから海辺を歩いてみるですとか、近くの公園まで寄ってみるなんていう形で、運動に合わせてですね、自然と触れ合う機会を作ることが効果的だというふうに言われています。で、これをグリーンエクササイズというふうに言います。で、一方で、まあ、運動するのはやっぱり苦手であるとか、運動したくてもこうまとまった時間がないという方、それから習慣的に行うのが難しいという方も実際いらっしゃるかと思います。なので、そういう場合やっぱり新たに行うというのは大変なので、おすすめなのは、隙間の時間に無理や負担にならない程度で生活習慣の中にこう織り込んだり取り入れるということは有効です。例えば朝起きたらラジオ体操をするなんかそうですし、だから近所へのお出かけの際、あるいは買い物の際に車ではなくあえて歩いて行ってみるという方法もありますし、それから積極的にエレベーターよりも階段を使うなんていう方法もありますので、こういうふうにすることで疲れにくくなることで生活能力が改善してきます。で、ポイントとしては心と体というのはやっぱり一体ですので、深いつながりがありますので、運動による体の感覚とこの心の刺激というのをしっかりこう統合した上で、緊張を解消するということがとても大事なポイントになってきます。なので、これ一言で言ってしまうと、体が動けば心も動いて、心が動けば体も動きますというふうになりますので、ぜひこの点をですね、参考にしていただけると幸いです。で、ここからはより詳しくですね、ストレスケアとしての運動のあり方というところを掘り下げていきたいと思います。で、運動というと大きく実は2種類あります。1つは筋トレですとかスクワットなんかの無酸素運動、息を止めて行う運動のことを言います。もう1つが、例えばウォーキングですとかランニングなどの呼吸をしながら行う、これを有酸素運動というんですが、有酸素運動が特にストレスケアには有効であるというふうなのが知られています。で、週に150分以上有酸素運動を行うと、薬物療法と同等かそれ以上の効果があるというふうに実は言われています。で、このことを関連付けたのが近年の脳科学の進歩です。一昔前までなんですが、脳は成長した後は、あとはこう成熟した後はこう低下していく一方であるというふうに実は考えられていたんですが、脳の一部の部位、特に脳の海馬と呼ばれる部位、ここをストレスに関連する部位なんですが、ここに関しては年齢にかかわらず有酸素運動を行うことで、その脳のエネルギー源となる重要な要素、これを BDNF というんですが、これが作られて神経細胞が増えたり、神経同士のネットワークが実はよりつながりやすくなるということが判明してきました。あと、同じく運動で前頭前野というおでこの部分に関しても活性化されたり、血流の増加ですとか神経ネットワークの改善などこういい影響が認められたというのが実際知られています。で、この有酸素運動、まあ、今ウォーキングとかランニングというふうにお伝えさせていただいたんですが、例えば自転車、エアロバイクなんかもありますし、それから水泳も有効です。それからダンス、まあ、特に社交ダンスがいいというふうに言われてますし、あとヨガなんかもこの有酸素運動に含まれます。で、実践する際には一定のリズムで行うということが一つ、それから中低強度の負荷でほどほどに行うということが一つ、それから
5分からまあ30分程度目安にですね、継続して行うということを意識して行うと、これさらに効果が高まります。でもっと言うと、有酸素運動の合間に筋トレを入れたりですとか、有酸素にこう手遊びですとか、それからあの計算ですとかしりとりなんか、いわゆる頭の体操を組み合わせるとさらに効果的というふうになりますので、ぜひこれらをですね参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。